1級建築士、2級建築士など建築インテリア関係の資格を目指す人向けに、資格の学科試験について ZA 建築塾流の勉強術をお話しします。 ZA 建築塾流の学科試験の勉強術は至ってシンプル。3つの要点とその前提となる準備と確認について順番にお話ししていきます。まず3つの要点の前提となる準備から、やり遂げる過去問題集を決めます。なぜ過去問題集なのか。建築士学科試験は過去の問題が繰り返し出題されます。もちろん必ずしも同じ問題文で出題されるわけではありません。新しい問題も出ます。でも建築士学科試験はほとんどの問題が内容的に過去と同じ問題、型通りの問題です。だから過去問題集です。やり遂げる過去問題集は1冊に決めます。もちろん学科ごとに分冊となっている過去問題集なら学科ごとに1冊ずつ。分冊となっている場合は1級建築士は5学科なので5冊、2級建築士は4学科なので4冊、やり遂げる問題集を決めます。なぜ1冊に決めるのか。これだけは繰り返しやった、それを作るためです。試験本番までの日数時間は限られています。あれもこれもといろいろな問題集やテキストに手を出すと、どれもこれも中途半端になります。中途半端な複数の過去問題集やテキストより、これだけは徹底的に繰り返しやった、その一冊を作ること、それが合格への実力、自信につながります。3つの要点、ポイントをお話しする前に学科試験の出題形式について確認しておきます。建築士学科試験の出題形式は基本的に択一式です。これは2級学科、建築計画の問題です。2級建築士は5つの選択肢から不適当または適当な選択肢を回答します。1級学科、計画の問題、1級建築士は4つの選択肢から不適当または適当な選択肢を回答します。1級も2級も建築士学科試験の出題形式は基本的に択一式。1級では4つ、2級では5つ、選択肢一つ一つについて適不適を判断し回答させる出題形式になっています。択一形式ということは、選択肢一つ一つについて適か不適かを判定できればいいわけです。つまり建築士学科試験は過去問の選択肢一つ一つをしっかり頭に入れることで攻略できるということです。建築士学科試験の攻略は、過去問題集を使ってその過去問にある選択肢の一つ一つを覚える、これにつきます。過去問題集はどんな問題集が良いのか、選択肢一つ一つについてできるだけ解説が詳しい過去問題集を選ぶと良いと思います。準備と確認、前提のお話が終わりましたので、ここからは3つの要点ということで、具体的に ZA 建築塾流の勉強術を解説します。最初にポイント1、選択肢一つ一つを暗記する。具体的な例題で説明します。5つの選択肢のうち最も不適当なものはどれかと聞いています。一般的な勉強ではこの問題を解きます。最も不適当な選択肢を選んで答え合わせをします。でも ZA 建築塾流のおすすめの勉強術は、この問題が解けたかどうかというような勉強の仕方はしません。選択肢一つ一つを暗記します。できるだけ一つ一つの選択肢の内容を理解しながら頭に入れる、暗記することをします。過去問の選択肢は1級建築士なら4つのうちの1つ、2級建築士なら5つのうちの1つが適当または不適当な選択肢になっています。この問題の場合、最も不適当なものはどれかと聞いているので、5つの選択肢のうち1つが不適当な選択肢ということになります。 ZA 建築塾流の勉強術では、最も不適当な選択肢はどれかということを考えることはしません。いきなり過去問の回答解説を見てしまいます。間違っている選択肢を選択して、さっさと間違っている内容を正しく直してしまいます。この問題の場合、回答解説を確認すると、1の選択肢の後半部分、段差が目立たないように玄関土間と同じ色で仕上げたという部分が不適切だと書いてあります。この部分を直すとすれば、段差がはっきり目立つように玄関土間と異なる対照的な色で仕上げた、そう直すと正しい選択肢になります。正しく直したこの選択肢を覚えます。受験勉強には受験勉強の勉強術があります。知らないこと、記憶してないことをいくら考えていても答えは出てきません。じっくり考えるような勉強は受験が終わってからと割り切って、覚えなければならないことを明確にして暗記する。受験勉強の場合、時間を無駄にせず、選択肢一つ一つを暗記することに徹することがポイントになります。
不適切な選択肢は適切な内容に直して、問題に出てくる5つあるいは4つの選択肢を一つ一つすべて暗記する。 ZA 建築竹流の勉強術ポイントの1です。要点の2つ目、ポイント2、丸三角×でチェック、繰り返し暗記。何を丸三角×でチェックするのか。選択肢一つ一つです。選択肢一つ一つを丸三角×でチェックしながら繰り返し暗記します。これはポイント1で解説した選択肢一つ一つを暗記するための具体的な方法です。この問題、ポイント1で解説した通り、最も不適当な選択肢はどれかと聞いています。まず回答解説で不適当な選択肢を確認して、適当な内容に直してしまいます。丸三角×は暗記の評価、記憶の評価です。理解して記憶していたら丸、曖昧な理解、記憶なら三角、記憶できていないなら×、そう評価します。1の選択肢、チェックして記憶できていないなら×です。2の選択肢、チェックして曖昧な理解、記憶なら三角です。3の選択肢をチェックして曖昧な理解、記憶なら三角。4の選択肢をチェックして理解し記憶しているなら丸。5の選択肢をチェックして記憶できていないなら×。こんな風にして問題の選択肢一つ一つを丸三角×で評価、チェックしてその都度暗記するようにしていきます。1回で暗記できなかったとしても気にする必要はありません。繰り返せばいいんです。最初は×ばっかり、三角や丸が一つもなくても構いません。それでも1回目に暗記しようとしたことで、2回目は三角をつけられる選択肢が出てきます。1回目、2回目、3回目と暗記すれば、4回目、5回目と繰り返していくうちに5つの選択肢全部に丸がつくようになります。丸三角×のチェックで記録しながら進めることで、より効果を上げることができます。ただ問題集の余白への書き込みでは余白が狭いので、回数を重ねると記入スペースがなくなってしまったり、ぐちゃぐちゃになってしまったりしてしまいます。少し手間がかかりますけれども、チェックシートを作って活用すると効率が上がります。このチェックシートは1ページに10問、5つの選択肢について5回チェックできるように作ったシートです。チェック表の右側にメモ欄をつけて、選択肢についての注意点などをメモできるようにしています。拡大するとこうなります。左端の欄に過去問題集の問題ナンバーを書き入れて、その過去問の5つの選択肢をチェックして暗記、5回回りのチェックができます。受験はきちんと自己管理ができれば必ず成果が出ます。めんどくさがらず、自分の達成度、状況を客観的に把握して取り組むことが結果につながります。チェックシートを活用して過去問題集を繰り返す回数の目標は最低5回。要点の3つ目、ポイント3は、やり遂げると決めた過去問題集を学科の本試験までに最低5回回りをやり遂げる。1回回り目は知らないことだらけ、チェックシートは×だらけ、時間ばかりかかってなかなか進みません。逃げる気持ちに負けることなく、とにかく辛抱です。でも1回回り目を乗り切って2回目になると、三角や丸が増えてきます。増えた分だけ取り組みスピードも少し速くできます。不安はあってもとにかく続ける、信じて進む、2回目は本気です。3回回り目になると×はかなり減ります。三角丸が増えるからスピードも上げて取り組めるようになります。いけるかもと思えます。3回回り目を合格する1年でやり遂げれば、合格に限りなく近づくはず。あとは4回回り目、5回回り目と暗記をより確実にしていけばいいんです。5回回りをやり遂げるための具体的方法をお話ししておきます。やり遂げると決めた過去問題集の問題数を把握します。例えばその過去問題集の問題数が1学科250問だとします。1級は5学科、2級は4学科あります。それぞれ学科ごとに250問なので、1級は5学科で1250問、2級は1000問になります。1回回りにかかる日数は、1日あたり何問取り組むかで決まります。例えば、1級建築士過去問題集1250問なら、1日5問ペースで取り組むと、1回回りおよそ8ヶ月から9ヶ月かかります。1日10問ペースで取り組めば、1回回りにおよそ3ヶ月から4ヶ月。当たり前のことですが、1日に取り組む問題数が増えれば、1回回りにかかる日数も短くなります。5回回りをやり遂げるためには、本試験までの予定表を作って確実に実行することが大切です。画像は少し余裕を持って立てた予定表の例です。
1日に取り組む問題数を決めて、1回回りにかかる日数を計算して、本試験までの取り組み予定表を作ります。選択肢一つ一つを暗記するためのチェックシートと同じで、予定表を作って自己管理をしっかりすることが実力と自信につながります。予定表を作るため、予定表を実行するための留意点を4つ挙げておきます。1つ目、実行可能な予定を立てること。特に1回目は時間がかかって当たり前です。仕事や学校などで忙しい中、1日に取り組むことができる問題数には限りがあります。無理な予定は挫折のもとです。2つ目、週1で予備日を取っておくこと。予備日を取っておくことで、予定通り進められなかった勉強の遅れを取り戻したり、復習したりできます。3つ目、全体をまんべんなく繰り返し取り組むことを心がけること。理解できない選択肢があったとしても、こだわったり気にしたりして足踏みしないこと。わからないところは予備日などに回して予定をこなすことを、全体をまんべんなく進めることを意識を持って進めることです。4つ目、1回回り、2回回り、3回回りと回数を重ねるたびに取り組む期間は短くできます。1回回り目は罰ばかりでも、2回目、3回目と三角丸が増えていくので勉強のスピードは上がります。3回回り目までやり遂げれば、4回回り目は1日1学科、5回回り目は試験前日、全学科を1日で目を通すことも可能になります。まずは3回回りをやり遂げることです。例えば空手という武道には型と組手があります。空手に限らず、日本の武道や茶道、華道などといった技芸は型と実践を通して習得します。型と実践に例えるなら、建築士試験は型の試験です。実践はありません。製図試験は実技試験と言われていますけれども、あくまで設計製図の型の試験です。実際の実務で求められるような技術やアイデア、工夫を実践する能力が問われる試験ではありません。建築士の資格は、日本で建築の仕事をする場合に必要な免許を取得するための試験であって、それは自動車の運転免許証を取得する試験と同じです。建築士の試験は型の試験なので、学科も製図も決められた型をきちんと型通りに勉強すれば合格できる試験です。合格率から見ると、建築試験は厳しい試験にも見えます。でも型通りのことを型通りに習得すれば必ず合格できます。 ZA 建築塾流の学科試験の勉強術、受験勉強の参考になれば幸いです。